RKK70 周年報道特別番組スローなニュース。ちゃんとやってるのになんかちゃんとやってないんじゃない。4人の論客を迎え私たちへの問いに向き合います。2016年4月14日マグニチュード 6.5 の地震が熊本を襲いました。役場の前の駐車場には多くの方が避難をしてきています。さらにその28時間後4月16日の本震の後 RKK のフロアは停電し集まったスタッフは混乱していました。そして余震も編集部中心 TBS の方 TBS が了解。さらに想定外のことが起きました。食べて出ないです波が。波とは電波のこと。地震の影響で停波、電波が出せない状態となり放送自体ができなくなりました。やはり伝えなきゃいけない私たちがまず停波して伝えられないっていうのがものすごく悔しい思いでした。一方取材現場ではどのようなことが起きていたのか。家がなくなった人たちからすると本当に嫌な取材だったと思うんですけど、ここで伝えないと今の状況がみんなに伝わらないっていう思いで、嫌な部分もありましたけど必死にこうカメラとかマイクを向けてたっていう感じですね。熊本地震から今後の災害報道を考えます。